どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人、エルザです。今回はオートでも安定的に戦えて、しかも強い編成について話をしていきたいと思います。スターレールを長くしていると扱える編成って多くなってきますよね。ですが、今の環境に合わせて使う編成はごく一部だったりもします。そこで今回は初期からいろんな編成を使ってきて、オート戦闘でも安定的に強かった編成を紹介したいと思います。編成の紹介からエンドコンテンツ別の活躍具合、さらに普段使いはどうなのかという視点で話をしていきます。編成幅を広げる参考になれば嬉しいかなと思いますので、最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まず1つ目のオートでもおすすめ編成についてはカウンター型編成です。編成としてはウンディ、クラーラ、ロビン、ポホとなります。それではオートの挙動について話していきたいと思います。オートの戦闘においては意外と安定感が高い編成となっています。火力と耐久面はもちろんですが、カウンターを2人で行うため意外と戦いやすい編成となってるんですよね。中央にウンディとクラーラを置くとヘイトも集中するので、オート戦闘でも意外と扱いやすくなっています。また、オートを使っていて感じたのは、カウンターに関してはまずまずというところです。ウンディの必殺カウンターは確実に狙うなら手動がおすすめっていうのは変わりませんが、回転率がもともと高いというのがありますので、オートでもそれなりに必殺カウンターが成功させやすいっていうのがありますね。意外と気にならないポイントだったりもします。逆に手動の方がミスってしまうってこともありますので、オートの方が良かったりする人もいるのではないかと思います。続いては高難度クリアについて話していきたいと思います。参考として星の数で評価をしています。まず裏庭についてですが、物理弱点での敵なら安定的にクリアは可能というところです。実装から裏庭で試してみますが、全然問題なくクリアができたというのがありますね。また、カウンター不可攻撃でなければより安定感が高いなとも思ってます。最近カウンター不可の敵が出てきてましたので、扱いづらいというのがありましたが、そこを省けば問題なしというところですね。続いて、虚構女児です。星は3つとなってます。追加攻撃特化や敵の攻撃頻度が多いならクリア自体は可能というところですね。ただし、満点は厳しいなっていうのがあります。この編成においてはちょっと微妙かなっていうのもありますが、まあそれなりにはこなせるよっていうぐらいになりますね。ただ、虚構女児においては相手の攻撃を受ければそれだけカウンターの発動もできますので、まあ相性次第っていうところになりますね。続いて、マウツビーの幻影です。こちらも星は3つですね。追加ギミックなら問題なく使用が可能かなっていうところです。ただ、最短クリアが難しいっていうのがありますので、クリア目的ぐらいならありっていうぐらいになります。高難度全体の話で言うと、それなりに扱いやすく、クリア目的だけなら問題がない編成というところでした。意外とウンディとクラーラの攻撃頻度が多くて戦いやすいっていうのがあるんですよね。それが良かったです。それでは最後、普段使いや注意点についてです。まず、普段使いについてですが、素材集めが意外と楽っていうところですね。攻撃範囲が広く攻撃力バフで無理やり火力を出すため、意外と周回にも向いている編成となっています。回復もあるので、万が一が起きにくいっていうのも特徴ですね。ですが、模擬宇宙に関してはちょっと難しいなっていうのがあります。通常の模擬宇宙なら問題ないかなっていうところなんですが、郊外や黄金などに関しては祝福次第なところがありますので、弱点的に安定は取りづらいなっていうのがあります。ただ、開鎖宇宙ならある程度火力を盛ることは可能なので、クリア自体は可能というところですね。ただ、周回としては怪しいかなというところがあります。こちらの編成の注意点としては、カウンターと即行動の最適使用はできないのが難点というところですね。最適解を出しにくいというところがありますが、まあ、オートでもそれなりにはポテンシャルは出せるという編成になってます。ただ、使っていて不満点はあるかって言われると、特にはないので、普通に扱える編成かなと思います。それでは続いて、オートでもおすすめの編成2つ目です。ジェイド入りの編成ですね。編成メンバーとしては、サブアタッカーとしてジェイドが入って、メインにヘルタやヒメコなどを入れるといいかと思います。その後サポーターにルアン、耐久にフォフォというところになります。こちらのオートでの挙動について話していきたいと思います。まず、こちらの編成に関しては敵が多いほど強くなるというところでしたね。ジェイドの追加攻撃は敵の数に依存するため、敵の数が多く、味方の攻撃範囲が広いほど強くなります。敵を選べば、オートでも問題なく使うことが可能というところですね。なのでオートでも敵が少ないとダメージが上がりづらいっていうのがあったりもしますので、そのあたりのバランスがとても大事かなっていう編成になってます。オートだとよりそれが出るってとこですね。その他にもオート挙動の話についてあります。ゴリ押しの編成も可能っていうとこですね。ジェードは意外と追加攻撃の発生頻度が多いため、頬を抜いてアタッカーで固めるっていうことも可能だったりします。またサポートを増やして力でゴリ押す方法もあるため、短期決戦ならその方が効率が良かったりします。オートの場合、なるべくスキルだったりとかを使ってくれますので、ゴリ押しをするときにもそれなりに扱いやすかったなっていうのがあります。ただ注意点もあって、スキルに関しては底上げしたいバッファーを狙うかっていうと狙ってくれないってことがありますので、その点だけは注意が必要かなと思います。それでは続いて高難度クリアについて話していきたいと思います。まず裏庭についてですが、星は2つとなります。ジェードの編成に関しては少ないラウンドでクリアを目指すとなった場合、かなり不利なものとなっています。後半になればなるほど敵の数が少なくなるので時間がどんどんかかっていくんですよね。そのため最短クリアっていう意味では裏庭の適性はそこまで高くないかなっていうところになります。続いて虚構女児ですが、こちらは星5ですね。敵の数と出現数が多いためジェイドと相性が非常に良くなってます。満点クリアも容易になるのでかなり活躍ができる性能になっていましたね。ジェイドが入ってから満点は確実に取れるようになっているので、その点はとても嬉しいところかなと思います。特にメインアタッカーに関して物理だったら運理に変えたりとか、ちょっとした変化を加えるだけで属性の対応もできるのも嬉しいところかなと思います。続いて末尾の原因についてです。こちらに関しては星1つとなります。裏庭同様後半になるほど敵の数が少なくなっていきます。最短クリアとなるとかなり厳しくなるなっていうのがありますね。クリアはできるんだけど最短っていうところは狙えないっていうとこです。高難度のクリアについて総称していくと、虚構女児の適性はピカイチっていうところがあります。なんですが、最速クリア系は結構苦手という編成になりますね。なので、虚構女児特化っていうところで考えておくといいかと思います。それでは最後、普段使いなどについて話していきたいと思います。まず、普段使いとしては、周回系ならお任せできるっていうところです。素材集めなどの周回に関しては、敵の数が多くウェーブ戦となるため、相性が非常にいいところがあります。テンポよくプレイできるのもノンストレスで嬉しい要素と言えますね。続いて模擬宇宙についてですが、こちらに関しては微妙というところになります。模擬宇宙関連に関しては敵の数依存のところが影響してクリアがしづらくなっているっていうのがありますね。郊外ならまだクリア要因としてはありっていうところはありますが、育成難易度も上がってしまうので攻略は難しいところがあるかなと思います。また注意点については虚構女児に特化した分他に関しては並程度となります。でも虚構女児が確実にクリアできるっていうところは嬉しい要素となりますので、普段の周回要素とか虚構女児以外ではあまり使うことがないかなっていうところだけ覚えておいてください。それでは3つ目のオートでもおすすめの編成になります。カフカ軸持続編成ですね。編成メンバーとしてはメインにカフカ、サブアタッカーにブラックスワンか昇級、サポートにルアン、耐久にフォコとなります。オートの挙動についても話していきたいと思います。こちらに関しては使っていてとても快適な編成となっています。持続編成に関しては会心率ダメに依存しないっていうのがあります。なので一定の火力が安定して出せるっていうのがあるんですよね。またカフカの起爆があるため持続ダメージを大量に与えれるっていうのがオートでも快適に扱える点かと思います。本来持続ダメージは敵のターンが来るまで待たないといけないですからね。それをカフカのスキルとかで強制的に発動できるのが嬉しいところとなります。意外とオートの時にカフカのスキルを多用してくれるので、この辺りはバランスがいいかなっていうところですね。その他に対応力が高いのも魅力的ってところになります。持続編成に関しては星4も含めて属性の対応力が広いっていうのがあります。今回紹介したメンバーも入れれば、ある程度オートでも戦えるっていうのが嬉しいところですね。育成の手間はかかりますが、平均的に扱えるのが非常に嬉しいところとなります。なので、オートでも属性が足りないなっていう時にキャラを入れ替えてしまえば、そのまま対応が可能だったりしますので、汎用性も高いっていうところがいいところですね。それでは続いて、高難度クリアについて話していきたいと思います。まず、裏庭に関しては星4つとなります。最短クリアとは言えないんですが、一定のターン数でクリアが可能なことが多く、安定感が非常に高いっていうのが特徴です。カフカが導入されてずっと使ってきてますが、持続編成に関しては安定的なクリアをずっとしてきますので、愛用している編成でもあります。そういった意味では裏庭ではかなり頼りになる編成とも言えますね。続いて虚構女児に関してです。虚構女児に関しては星3つですね。持続ギミックなどがあれば活躍はできるところはありますが、満点となるとちょっと攻撃回数的には厳しいかなっていうところがありますね。なのでギミック自体で変わると思っといてください。それでは最後、末尾の幻影です。こちらも星3っていうところです。こちらも虚構女子と一緒でギミックの相性次第で変わるなっていうところです。特に弱点をつけなかった場合大変ですからね。ただこちらの編成、クリアができないというわけではなく、最短クリアとなると厳しいかなっていうところがあるだけなので、普通に使う分には問題ないかなっていうところになります。持続編成に関しては、裏庭の対応力は非常に高いなと思ってます。ただし、その他のエンドコンテンツに関しては、ギミック次第のところがありますので、そういったところで大きく結果が変わる編成かなと思いますね。それでは最後、普段使いなどについて話していきたいと思います。まず普段使いとしてですが、幅広く使用が可能な編成となっています。素材集めの周回はもちろんですが、中ボスや限界突破ボスなど対応できる範囲は広くなってます。敵の数に依存しないのも編成としては安定感が高い点かと言えますね。結構どこそこ使えるのが嬉しいところとなります。また、模擬宇宙とも非常に相性がいいというのも特徴ですね。模擬宇宙関連に関してですが、虚無の祝福と相性が良く持続ダメージが強力なため、非常に使いやすくなっています。ある程度のレベルまでクリアもできるっていうのがありますので、適応力の幅の広さが模擬宇宙と相性がいいところとなってるんですよね。正直、この編成使ってて楽だなと思ってます。ですが、注意点もあります。耐久面において一撃に弱いっていうところがありますので、HP 管理だけはしておこうというところですね。SP の消費が激しい編成となってますので、徒歩がたまに回復をしないっていうことがあります。オートでこれをしてしまうと、一気に状況が悪くなるってこともありますので、そこだけ注意が必要かなというとこです。続いて4つ目のオートでもおすすめの編成は読み編成となります。編成メンバーとしてはメインが読み、虚無枠は長久、虚無サポ枠にはペラか花火、耐久にアベンチリンとなります。それではまずオートの挙動についてです。正直なところ気になるところはないかなと思ってますね。スキルの使用やカウンターのバランスなど、公演水などを意識すればよりオートでも問題なく戦えるっていうのがあります。公演水の知識は多少必要にはなりますが、それさえしてしまえば扱いやすいっていうのがありますね。オート適性もそれなりに高いかなと思ってます。またこちらに関しては対応力自体が高いので、オート適性ももともと高いのかなと思ってますね。ただ注意としては、虚無悪の昇級に関して、なかなかスキルを発動しないっていうこともあったりしますので、敵によっては扱いづらいかなっていうところもあります。また、その他に関しては、火力のご利用しが強いっていうところですね。昇級の導入により、火力のご利用しが可能となっています。残務の獲得が非常に楽なので、高耐久の相手でも戦いやすいっていうのがあるんですよね。なので、効果力を一定間隔で叩き込めるのは非常に強力な編成でもあります。このあたりがオートと相性がいいところとなりますね。それでは続いて高難度クリアについて話していきたいと思います。まず裏庭に関しては星5つですね。雷弱点や味方が弱点をつけるようなら、ほぼ短いラウンドでクリアができるためかなり強いかなと思います。とりあえず片方に入れてればクリアができるくらいの性能はありますね。特に裏庭が更新されましたが、読み編成入れてたらほとんどクリアができたので、問題なくいける編成かなと思います。続いて、虚構女子に関しては星3つです。ギミック次第なところもありますが、3万クリアを目指すくらいなら問題はないレベルかなと思います。ただし、扱ってて思うのは最適ではないなと思いますね。ムラがあると思ってください。それでは最後、末尾の幻影です。こちらに関しては星4つです。こちらもギミック次第っていうところはありますが、それなりにクリアは可能となってます。ただ、属性相性が悪いと、どうしても時間がかかってしまうところがありますので、そういった時だけはマイナスになるかなっていうところですね。高難度に関しては、裏庭と末尾の適性は非常に高い方かなと思います。なので、クリア要因として採用しやすいっていうのがいいところですね。それでは最後、普段使いなどについて話していきたいと思います。こちらの編成に関しては、とりあえずで扱えるっていうところです。この編成に関しては、火力がずば抜けているってこともあり、とりあえずで選んでおけばクリアすることが可能なので、そういった手軽さがある編成となっています。また、道中の雑魚狩りも秘技で快適なのも嬉しいポイントとなりますね。なんか雑魚狩りしたくないっていう人からすると、読みがいるだけでそういった快適さも得られるってとこです。なので普段使いとしては非常に楽ですね。またその他に関して模擬宇宙の対応力も高いっていうとこです。模擬宇宙関連は属性無視の必殺技があるため火力を発揮しやすいっていうのがありますね。結構ランダム要素になってますからね、弱点に関しては。なのでクリア要因として採用がしやすいのが嬉しいところとなります。また秘技を駆使すれば道中の雑魚も気にしなくていいのが嬉しいポイントですね。これをうまく活用すると黄金と機械の時にちょっとした小技的なこともできますので、そういった使い方もできるのも嬉しいところかなと思います。ただしこちらの編成注意点もあります。必殺技の処理能力は高いっていうのはあるんですが、立ち上がりが非常に遅いっていうのが難点です。今回昇級がいるのでまだ立ち上がりは早くなったかなとは思うんですが、編成のメンバーが揃っていない場合どうしても読みの必殺技が溜まるまで時間がかかりますので、立ち上がりは全体的に遅めかなっていうところがあります。それでは最後のオートでもおすすめの編成、ホタル超撃波編成ですね。こちらになります。メンバーとしてはメインはホタル超撃波要員として調和主人公、サポートにルアン、耐久にギャラガーとなります。オートでの挙動について話していきたいところですが、正直こちらも気になるところがないっていうところです。ホタルに関して弱点属性を付与できるため、読み編成よりもさらに気にならないっていうほどになってますね。読み編成ちょっと気になるところは、昇級の付与とかあるんですけど、こちらはそこがあまりないっていうところです。また、必殺技も積極的に発動するっていうのがありますので、ダメージも安定して出しやすいとかありますね。調和主人公の超撃波付与がちょっと遅れるのかなっていうのも心配事ではあるんですが、意外と EP の溜まりも早かったりして蹴らさないっていうことができますので、オートでの挙動は安定してる方かなと思います。その他にこちらの編成に関しては対応力しかない編成っていうところがあります。ホタルの弱点付与が強すぎるっていうのがあるため、ゴリ押しがそれなりにできるようになっているんですよね。弱点がない敵にも火力を安定的に出せるっていうところがありますので、とりあえず出しておけば勝てるほどの対応力に優れた編成となっています。この対応力の高さがオート適性の高さと相まって扱いやすいなっていうのがあります。とりあえず使ってればっていう安心感はありますからね。それでは高難度クリアについて話をしていきたいと思います。まずウラニアに関しては星5つですね。この弱点がなくても強制的に弱点を付与できるため、クリアは可能になってます。しかもこの編成に関しては3ラウンド以内でクリアをするってことも可能なので、もう一つの編成の負担軽減ができるぐらい優秀な性能となってます。もちろんこれに関しては育成状況だったりもよりますが、ある程度育成が整えば3ラウンド以内のクリアっていうのができるので、とても強いなと思いますね。続いて虚構女児に関してですが、星3つとなります。ホタル編成でもギミック依存それなりにあるなと思ってますね。弱点撃破ができないとそもそもダメージ当てれないので、そこまで適性が高いわけではないんですよね。基本的に連携した攻撃っていうのがありません。なので安定感はちょっと下がるなっていうことがあります。ただ3万点ぐらいなら目指せるので普通ぐらいっていうところになりますね。それでは最後末尾の幻影です。こちらに関しては星5つです。ギミック次第っていうところもありますが、とにかく入れてれば高いポイントでクリアが可能となってます。ホタルの方で1600ぐらい稼いで、もう片方で1000とかすれば最高難度とかもクリアができますので、そういったところのポイント要因としてもとても活躍ができるなと思ってます。とりあえず入れてて高ポイント叩き出してくれるのはありがたいところですね。でこちらの編成の高難度クリアについてですが、裏庭と末尾は弱点無視でご利用せるっていうところがあるため、クリアは可能となっています。ただ、虚構女児適性が低いとは言いましたが、3万近く叩き出せる時点で十分な編成と言えますので、そういった点からすると、全体的にクリアができるような編成なのかなと思いますね。それでは最後、普段使いについて話していきたいなと思います。まず普段使いについてですが、弱点を気にせず使えるっていうのが特徴ですね。火力だけでなく弱点も気にしなくていいので、ある程度ゴリ押しで使えるっていうのが嬉しいポイントです。特に終ボスを倒す上では相性がいいので、キャラ育成でも活躍ができるっていうところがあります。秘技を使えば最初から炎弱点をつけることも可能なので、そういった前準備ができるのも嬉しいポイントですね。また模擬宇宙系でいうとカエサ宇宙と相性が良くなっています。模擬宇宙の郊外や黄金では弱点撃破系の祝福がないため扱いづらいっていうのはありますが、カエサ宇宙なら火力を出せる要素が多くなっています。まあ、祝福も全然違いますからね。なので、扱いやすくなっているところがあります。特に、カエサ宇宙のオーナメント周回でも使えるのも嬉しいポイントとなりますので、カエサ宇宙とは相性がいいなと思いますね。ただ、こちらの編成、注意点があります。途中でも話しましたが、弱点撃破ができない敵に対してはダメージが出せないというところがあります。なので、人生削りの管理だけはしっかり確認しておくというのが大事ですね。先ほど話したカエサ宇宙では、人生削りが弱体化する異物などもありますので、注意が必要というところです。以上で、オート戦闘でも安定的に強い編成についての紹介となります。現在で言えばダントツでホタルの編成ですが、昇級の登場で読み編成のパワーアップして使いやすくなったなと感じています。また、持続編成に関しては、カフカの登場からキャラを入れ替えて発展してきましたが、未だに安定感が高い編成だと思いますね。ほんとお世話になった編成かなと思います。今回紹介した編成に関しては、僕個人のオートでの挙動のみの話をしています。どっかの海外サイトを参考にしたとか、そういうのではないです。実際に使ってて、よく使っているし、クリアもできたな、っていうところを情報として持ってきてますので、オートの手軽さなど気になる場合は、参考程度にしてもらえればいいのかなと思います。どの編成揃えると何が楽になるのかとか、そういったところを見てもらえるといいんじゃないかなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。